洪水の前は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第9シリーズ第4話。脚本は、トビー・ウィートハウス、監督は、ダニエル・オハラが担当し、2015年10月10日に、初放送された。10月3日に放送された、湖の底との2部作の後編である。舞台は、2019年と1980年の、スコットランドである。 本作では12代目ドクターが1980年で異星人フィッシャー・キングの侵略を阻み同時に2 1 1 9年に残されたコンパニオンのクララ・オズワルドを救おうとする事態の解決には2 1 1 9年にいる死亡して幽霊になったように見える未来の12代目ドクターが告げる情報が不可欠であり因果のリュープがテーマになっている冒頭でドクターはエレクトリックギターで ルートビヒ版ベートーベンの公共曲第5番を演奏する。魔術師の弟子ではドクターは戦車の上に立って同様に演奏していた。また冒頭でドクターが演奏していたギターのアンプはマグパイ電気店のものであり、これはテレビの中に住む女で10代目ドクターとローズ・タイラーが遭遇したマグパイの店である。マグパイの名前はマーサ・ジョーンズのテレビや スターシップ UK 内の店舗でも登場した。オドネルは、ローズ・タイラー、マーサ・ジョーンズ、エイミー・ポンドといったドクターの先代コンパニオンに言及し、また、ガツを殺せでの出来事や、ハロルド・サクソンについても触れる。彼女は、戦争大臣についても言及しているが、ドクターは、戦争大臣のことを知らず、未来のドクターが退治する人物であることが示唆されている。オドネルは、 ニール・アームストロングの格言。これは一人の人間にとっては小さな一歩だが人類にとっては偉大な飛躍であるを引用した。なお、静かなる侵略者で11代目ドクターはサイレンスを倒すためにこのオリジナルのセリフを使用した。チボリ聖人は閉ざされたホテルで初登場した。チボリ聖人のプレンティスは新たな支配者であるアルカテニアンにより、 フィッシャー・キングの支配から解放され、アルカテニアンの風習に従って、フィッシャー・キングを埋葬するために地球を訪れていた。アルカテニアンは、秘密情報部トーチウッドのエピソード、ピロクテテスからの贈り物で、初めて言及された。閉ざされたホテルとピロクテテスからの贈り物の脚本はいずれも、トビー・ウィートハウスが担当した。ターリスのセキュリティプロトコル百十2は、 瞬きするなで初登場した。ターギスのコンソールルームにホログラムが表示される他の機能には緊急プログラム1と対話ユニットがある。フィッシャー・キングはタイムロードについてタイムロードはただの臆病な学者どもだったが突然権力に目覚めて宇宙一戦争好きな種族になったと述べている。これはクラシックシリーズでタイムロードが 受動的な役割を担っていた一方で、新シリーズまでにタイムウォーに参戦したことを反映していると見る見解がある。なお、後の第12シリーズ字を超えた子供たちではタイムロードの起源が明かされ、科学者徹底音が関与していたことが明かされた。プレンティスの所有するビジネスカードにはメイザーリモースビー・ウチュとの記載があるが、これはスターウォーズシリーズのキャッチフレーズ、 メイザ・ォース・ビー・イ・ウィズ・ユーにちなんでいる。通常とは違い、本作ではドクター・風のテーマ曲がエレクトリックギターで演奏されているが、これは本作冒頭でベートーベンの公共曲第5番を演奏したピーター、カパルディのジョークに促されたものである。カパルディは1980年代前半にはクレーグ・ファーガソンと共にパンクロックのバンドに所属していた。洪水の前の リアルタイム視聴者は438万人に達し、前は湖の底の374万人から回復を見せた。番組視聴選挙率は21.5%で、ラグビーワールドカップ2015との競合は小さかった。洪水の前は、その番では4番目に多く視聴された番組となった。アプリシエーションインデックスは83を記録した。洪水の前は、 肯定的にレビューされた。イグンは本作を称賛して10点満点中9点と評価し、特にカパルディやゲスト出演者の演技、事態の解決方法に3次の言葉を送った。ガーディアン氏のダン・マーティンはコールバンの演技を称賛し、彼女とカパルディが今や確実にドクター風史上最も成功したペアの一つであると確信した。彼は フィッシャー・キングのデザインも高く評価し、本当に怖かったと認めた。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは、本作が恐ろしくてスマートだとし、前話よりも良くなっていると感じたが、しかし彼は、プレンティスや基地のメンバーの出番が多くなかったことについては、残念な印象を抱いた。全体として彼は、ビトハウスの作品では、同窓会以来の傑作であると述べた。デン。 オブギークのサイモンブリューも肯定的であり、カパルディの演技を称賛した。しかし、フィッシャー・キングの利用とデザインについては本当に注意を引かれなかった。むしろ残念だったと述べた。全体として先週よりも不完全だったが、この二部作の強さに不平はなく二部作への移行が今のところドクターフル第9シリーズに有益であると強く感じていると述べた。 しかし、デイリーテレグラフのキャサリン・リーは本作に5点満点で3点をつけ、フィッシャー・キングの出番が少ないと批判した。ありがとうございます。